さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、はい、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方でございます。しますどうも千原誠二です。よろしくお願いします。こんにちは。冒頭から話しましたけど長いですね。長いよお前らとの付き合いも、はいはい、付き合い長いでね、もう30年長いわ。長いんですけど、ええ、全然変わってへんの。多分俺誠二さんぐらいかなと思ってるんですよ。何にも変わってない。変わってないな。あ、そう。はい。はい。もうそのまんまですね。だから、二十歳ぐらいからもこのまんま。このまんまですね、誠二さん。一回自分で分析したときに、はい。17からこのまんまな感じ。冷静に自分で振り返ってみたの。はいはい。17の時にもう俺は完成してたんやな。してましたね。うん。お前らが出る前にはもう完成しとった。完成してたね、はい、もう。ね、今のやつが。今の17歳だから。真っ赤なスーツか、真っ青なスーツ。あ、じゃあよう着てたね。はい、そうですよ、ね。そうそうそう。ね、だから、あの頃はさ、うん、また正月になると、はい、こう、年末年始になると思い出すんやけど、はい、やっぱりその、昭和の時代のさ、はい、コンプラって緩かったやん。ゆるゆるゆるでした、ね。今と比べたら。はい、だから、三が日もさ、三が日だけさ、はい、お酒飲んで舞台出れたやん。飲んでました。そうです。はい。振る舞い酒があってな。はい。だから、はい、で、ベテラン師匠たちが、皆さん鏡割りして、はい、それ振る舞い酒で、はい、来たお客さんも、飲んでな。飲んでました、飲んでました。楽しかったよな。楽しかったです。ベロベロなって。ベロベロなって、だから三が日だけ、はい、ベロベロの芸人を見れるみたいな。そうです、ね。大阪のベテランのお客さんはさ、はい、それを楽しみに。そうですよ。来てたのに。はい。なんか、ある日突然、なんかあれやろ？なりました。客が一人、はい、そんなベロベロだよ、だけになんか見てないわ、みたいなことを言い出して。まあまあ、そうですね、いつからかね。いつからか、その時の支配人が、はい、お客さんの言う通りや。もう、お酒飲んだらあかん、言い出したの？そうですね。ピタッとなくなりましたね。それ、吉本の良さゼロやん。ゼロですね。お客さんをちゃんと、三が日だけなんです。だから4日に、もう一回、ちゃんとした演目みたいであれば、お越しくださいね。そうですね。っていうのが、そうね、吉本興業ちゃうんかいな。はい。まあ、なくなりましたね。ほんまに。ピタッとなくなったよね。ピタッとなくなりました。なくなった。テーブルの上には NGK も何にも。もう今ないっすよ。おせちが。ちょろっとやろ。20ぐらいの置いてあるぐらいですね。昔ね。結構ね。昔はすごい。だからちょっとその他大勢の、はい、にぎやかしでさ、はい、生放送とかに呼ばれてさ、はい、呼ばれたよ、NGK。はい、で俺 NGK のそばに住んでたからさ、はい、チャリンコで来い言われてさ、はいでも行ったのね、その時にもう金も何もないんやけどさ、うんはいはい、芸能界って変な世界やなと思って、はい、文枝師匠の当時三師匠が司会してはる番組の賑やかしで最後だけ、はい、手振るだけ、はい、今年も吉本興業よろしくって言って、はい、手振るだけ怖い言われて行った時にさ、うん、見たことない6段ぐらいのさお重がさ置いてあってさ、うわ、三師匠、当時な、はい、三師匠の、こんなん自分で買えるやろに、うん、買われへん俺らに食わしてくれやと思ってさ。そうね。なあ、ドンテでさ、はい、だってドンテで、牛丼で、牛丼のドンテであれ、あの時も牛丼も買わなかったね。確かに。牛丼も買わなかったんだ。懐かしい。正月一発目の飯がさ、はい牛丼の牛抜き。牛抜きね。牛丼の牛抜きと、生卵と、ありましたね。味噌汁。これで200円。これがお前正月の飯やもん。そうですね。懐かしいな。懐かしい。そっから30数年。30数年そうですね。もうほんまに。ずーっと。ギリ耐えたで。いや、十分でしょ、でもね、ほんまに。耐えた！いましたか、ほんま。そんなとこから、うん、もう子供さんも成人。二十歳やん。成人ですよ。って。成人。いや、お前んとこもやろ。僕も一緒やもんな。いや、早いですね。だから、ほんま。だから、ほんまに、将来設計とか全く考えてなかったからさ。全くですね、ゼロですね。ゼロやんか。はい、だから、今年、もうお前が司会してる、はい、審査員で出る M1 とかさ、はい、
あるけど、それが関西はさ、はい、ABC 漫才コンクールいうのがあったよ、ね、だから、あの、それぐらいのことしか考えてなかったもんな。そうですね。その通りですね。はい。爆笑ブーイングのオーディション通るとか、そんぐらいのことか。そうですね。通るか、ABC 通るか。そうですね。だから、はい、まあまあ、一週間先のことしか考えてないですね。そうですね。そうですね。確かに。なんとか優勝できたら、それで借金返せるから、うん、みたいな感じでしたね。うん、そんなんやった。いや、だって、息子さんはほら、小さい時ようテレビね、一緒に出たりしてましたもんね。今はもうダメですよね。今はもうね、うん、もう本当に、なんか、うん、あの、オタク、俺も基本的にはオタクやねん、はいはいはい。で、そっちが強くて。あ、そうなんだ。うん。なんか、変わってんだ、なんか。へぇずっとラジオ聞いてる。変わってんな。なんか、活発な子供って感じだったんですけどね。ちっちゃい時、ね。そうそう、ちっちゃい時。でも、大人だから、なんかラジオずっと聞いてんな、なんか。へぇー。わからんもんすね。ほんまにね。そういう、いだからなんか、うんうん、あんまり、話もしてくれへんしな。ああ、そうなん、うん、そうですね。息子と話するまあ確かにないです。嫌なのかな。共通の話題もないもんな。いや、だからね。ないですね、共通の話題。20歳になって、はいはい、6月が誕生日やったんや、うん。はい。それでな、お祝いで、あの、ジュニアとかも一緒に、はい、ジュニアの家族と、うちの家族と、周りの友達と、うん、それであの、宮古島でお祝いしようか、言って行って、うんうんうん、ほな、あの、息子、あの、彼女も連れてきとったんよ。はい。息子のな。息子の彼女も来てて。はい。なんか見てたら、うん、息子の彼女が、うん、俺の沖縄の友達とかと普通に喋ってんねん。うんうん、久しぶりみたいな感じで。え、うん、あれって思って、うん、なんなん言うて、うん。なんで知ってんのって、うん。俺も息子の彼女、ちゃんと会うの、それが初めてやね、はいはい、一回道端ですれ違っただけ。うんうん、なんなんお前らの関係するのなんでそんな、仲ええのって言ってたら、うん、え、しょっちゅう来てんで言うて。え、なになにどういうことって言ったら、うん、俺だけが入ってないグループラインがあんの。うわ、答えるな、それ。俺だけやで。切ないな。俺だけが入ってないグループラインがあんの。そこでわかるんですか。そこでわかったの。うわ、俺入ってへんやんけ。でも。わかるよ、お父さんやのに。いや、俺だけ入ってへんよ。なんやねん、それ、みたいな。えらいもんで、彼女は確かに、申し訳なさそうにしてはったわ。はあ、お父さん、すいません、みたいな。前のやつは当たり前やんけ、みたいな。なんでお前入れてるな、なんだよ、って。うわ、ややこしい。うわ、かわいそう。かわいそう。でも考えたら、親父ってそんな扱いじゃない？確かにね。まあ、余計もんですわね、ちょっとね。うん、まあ、お父さん来たらややこしになるから、ね。ああ、わかります、わかります、わかります。なあ、うん、まあだから、今の、うん、あの、お父さん、若いお父さんはそんなことないかわからんけど、はい、ちょっと、やっぱ、うん、昭和のお父さんやん、はい。俺も子供30代やからな。うんああ、できてんのかな、はい、だからまあまあそんな感じなんちゃうと思う。まあまあ、そんなもんか思って。だからまあ別に何も言わず、そんな感じ。まあ別にそんなこと大丈夫。ただ、はい、息子が二十歳になったと、はい。こう、なんかそういうなんかこういろんなこうあったんやろな。その日の夜から、はい、突然、はい、声が出なくなるっていう。緊張なのかなのか分からへんけど。あ、そうですか。あの、夕方みんなで集まって飯食うぞっていうぐらいの時間から、はい、急に声が出えへんなって。はさはさはさ。はさはさ。ジュニア、お前、どんぐらいしたんやって。はさはさ。なんで声出えへんのなんで。ほんまに。えらいもんやね。なんか、その緊張なのか、何なのか。あ、そうですか。そんな症状、生まれて初めてやねん。はぁ。いや、でしょう、そんな。うん。ね、ほれ、終わって、帰りの飛行機は、普通に出んねん。はい、偉いもんですね。いや、じゃあそういうもんだ、なんかあったよね、これは、あの、親父として。なるほどね。それの悪いところが全部出て。でもそういうとこあって安心したの、ほんまに。いや、僕は遭難したことあってね、一度、うんうん、だいぶ何年か前、うん、10年ぐらい前かな、うんうん。どうしましょう、子供のことって。お前、何言ってんねんって、うん。お前偉そうに言えんのかって。お前、芸人の端くれが、お前。何が教育どうのこうの、息子にそんなこと言えんのかって。なるほどね。お前が、お前、そんな人生。もう。貸してくれた。もう、誠司さんだけです。あ、もうそういうの言えんの、もうガツンと言ってくれました。あ、そっか。確かに。俺が言える立場ちゃう。いや、そうやねん。ね。おいらみたいな。そう。確かにね。ほっとけ、ほっとけ。
ほっときました。知らん間にもう二十歳なんで。そう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 、はい、結果そうやね、そんなもん。そうですね。ほんまにね。人に誇れる人生を送っていいやろ。送ってないですね。確かに。偉そうにしてますけど。偉そうにしてるけどなんや。一匹狼で生きてきてないやつみたいな思うてるかは知らんけど。組織にも入らず。いや、ほんとその通りでしたわ。うん、ねえ、いや、ほんまに、でも、そこ、だから、誠治さんってほんまでも特殊でしたもんね、当時から。あ、そう。あの、なんちゅうの、もう、人見知りしないのはわかるんですけども、うんうん、それを通り越えて、知らない人でも、数秒で仲良くなるという、あの技術。あれは、あれは、何なんですか、ほんまに。そんな別に意識してないんですか、うん、あれ何も意識してない。ほんまですか、うん、だから、あ、だからあの、うん、海外行ったらさ、はいはい、海外行ったら普通に朝さ、エレベーターの中で会うた、知らん外国の人がさ、うん、お前こう、A シャツ着てんな、どこで買うたんとか、声かけてくる人おるやん。ああいうの好きやねん、俺。怖ない僕らが怖いですけどね、急に話しかけられたら。はいはいはい、で、だから、怖ないですね。だからそういうのが好きやから、はい、多分、なんかあるんやろな。そうですよね。なんか新幹線で、なんか隣同士になった人とも、なんか、あ、おばちゃんとおばちゃんと。おばちゃんの喧嘩した。あれは、はい、あれはおばちゃんが悪いからな。だから、あの、正確な話が伝わらへんやん。はいはいはい、はい。なんか、いろんな情報が、だから正確な話をすると、はい、大阪のおばちゃんが、名古屋に、はい、結婚して、引っ越しした息子に、自家製のキムチを持って行ってやるんやと。息子の、あの、家行く境に、お土産でキムチ持ってきたら、そうかいな、言って。ほんで、あの、キムチ、持って、あんたもちょっとあるから持って行くかって言って、いいじゃないですか。ビニール袋、うん、透明なで、はい。透明の。透明か。うん。パンパンに入ったキムチを、これ持っていけって言うんやけど、いや、俺今から東京で仕事やから、これパンパンのキムチいらんわ、言うて。いやいや、なんであんた人があげる言うても断るんや、って。こんなパンパンのキムチ持ったら、スタジオ入っていけるわ、ほんだら、言うて。ほんだら、喧嘩なったの。なったんすか。うん。いや、いらんや、それ。いけるそれ、お前、パンパンやで。まあ、ありがたいですけどね。ギリギリ結べてるぐらいの。あの、スーパーで、あの、豚肉とか、あの、ラップ入れる、あの、ビニールありますね。あれにパンパンのキムチやで。ちょっと運びにくいですよね。そんなそれ、多分なんか別のカバンがあるかなんかだったらええけど、はいはいはい。そのまま、その透明のやつを自分のカバンに入れれる入れれないですね。怖くて怖くて。怖いやろ、はあ、それで喧嘩したんですね。そう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 。すっごい、なんか最初すごい仲良くケタケタ喋ってた思ったら急に喧嘩しだした。そうそうそう。たっか短い時間ですよ、それも。うん。ね、な、そうやね、ほんまに。仲良くなって喧嘩もあるわけですからね、そのちょっと短時間でね。そう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 。え、一日なんかいろいろ話聞いたよ。だから、それそもそも当時またタバコが吸えたやろ。ああ、新幹線、はい、あの、座席で。はい、座席に座ったまま、うん、あの、吸える時代やったから、はい、あの、芸人が吸えたから、芸人ってさ、うん、見た目が、若いやん。若いですね。うん、だからおばちゃんが、そんな若い、未成年がタバコ吸うてるって、まず怒り出したんや。はい、で、おばちゃんちゃうで、あれ、ええ、おっさいで、あいつら言うて。何が若いだけど、ほんまかいな、言うて。おばちゃんもほら、具合悪い、ごめんやで、言うて、早とちりして、言うて。なんかあの、おばさん、大阪のおばちゃんってマウント取りたがるやん。ほら、ここ座りって言うから始まったんやな。なんかそれが、隣座りって言い出して。お前は座ったとは言うて。そっから一連のキムチのくだり。そうですか。はぁ。仲良なんの早いよなぁ。まあ、ね、でも、うん、お前らも兄弟ずっと仲いいよな、ほんまに。僕らは基本そうですね。なあ。そうそうそう。でも、いや、宮古島行くとか、旅行行くとかないですけどね。さすがに、はあはあ。若い時から仲良かったんですか？僕らから見てたら、もう全然別行動みたいな感じでしたけど、うん、千原兄弟って。ああ、行動は別行動、ある行動だったけど、うん、そんな別に仲悪いことはなかったから。そうですよね。なあ、やってられへんもんな、仲悪かったら。うん、確かに、ね。それこそ和牛みたいになるやん。解散ね、してしまうからね、ほんまに。それこそね。それこそ。でもずっと一人で行動してましたね、基本。基本そうやな。ね。なんかもう、セカンドバック持って。だから、芸人より芸人じゃない人との付き合いが。多かった、多かったです。多かったから。今でもそんな感じですか？知り合いっていうか、友達なんか。まあ、そうか。ほんで、あの、芸人でも、ちょっと変わった芸人と、
仲良かったりするな。なんか、もともと経営者やってた、その会社打って芸人になりましたとか、もともと国税局に勤めてましたとか。はあ、なるほどね。うん、うん。東大の研究室で植物の研究してますみたいな。そういう芸人が多いな。そうですよね。いろいろ話聞くんが楽しかった。楽しいね。そうですね。今まで聞いたことの話ばっかり聞けるから。そうだね。だから、うん、そういうやつが周りにおるから、息子が小学校の時にさ、なんか自由研究みたいなのあるやん。それをさ、その、東大の研究室におるやつとさ、はい、こんな研究したいで学校持っていったらさ、うん、もう先生が理解できへんから。変な空気になったんだと。やってること高度すぎた、ね。高度すぎて。はい。いろんな人知ってるからね、誠司さん。幅広いから。そうです。面白い。だからやっぱ知らんことをな、うん、教えてくれる人とかな。あ、まあ、ね、体験したことを教えてくれる人、やっぱ面白いわ。昔覚えてないですか、商店街で誠司さんとお会いして、うんうん。向こうの方からもう大きい声で喋っても、もうすぐわかるんです。僕目悪いけど。誠司さんやなと思って、近づいてきたら袋いっぱいで。うん、あ、商店街やから。うんうん、買い物しちゃったんですか。いや、違う、これ全部もらえもん。商店街抜ける間に。もういろんな人にもらうから、買い物してる人みたいに見えんの。何言ってんの、これもらいもんやぞ。すっごいっすね、それ人を引きつけんの。どんだけ仲ええねん、思って。商店街の人とかも。だからその辺の家の近所の人とかもですか、仲いいとか。うちの家の近所はあれやけど、その商店街で言うと、今住んでるところの商店街も、はい、雨降ってきたら傘とかくれる。いいなぁ、なんか、なんか。この間は、うん、京都で、はい、深夜、はい、ちょっと飲んでたの、祇園で。うん、祇園で飲んでて、友達と3人で、はいはい、どえらやめなって、うん、タクシーがもう一瞬で吐けたの。うん、もう俺になって、やばいやばいやばい言うて、うん、ほんで、連れが、信号待ちしてる車をトントンってやって、うん、ちょっと聖地びちょびちょなんやけど、って乗ってください言って。よう行けるな、そこへ。怖いわあ。あ、せいさん、びちょびちょ、乗ってください。へぇー。ホテルまで送ってくれたで。あーえぇー。俺、たぶん、せいじさんが行けそうな気すんねんな、それ。すごい人徳持ってんねんな、いろんなね。で今でもそうでしょ、いろんな人お付き合いあったりするわけでしょ。なんか全然違う世界の、ね。そうやな。人ね。人。いやー、すごいわもう。なんか、でも、そっちの方がなんか楽しくない？まあ、なんかいや、楽しいですけど、うんうん、そうか、お前は苦手やな。苦手。いや、100人に1人は怪しい人おるじゃないですか。か見極めます、うん、一瞬で。いや、怪しいやつ、なんか別に、害がないやん。みんなすごいビビらへん、そういうの。ビビりますよ。ビビりますね、確かに。だから、そんな悪いやつおらんやん。そうですか。そうですか。うんそないそないそんな悪いやつおらんし、なんかあった後でリカバリーできるし。そうですか。うん。そんな、なんか怪しいな、嫌やな、とか、うん、なんか慣れ慣れしく喋ってくる、肩叩いてきよんな、とか、そんなも気にならない。うん、あ、だから言うもん、俺。これラジオやから、ちょっと細かく説明させてもらうと、はいはい、この間も、カウンターで、はい、飲んでたの。はい、ほんなら、年に1回、1回か2回だけそのお店に来はる、はい、その店が10年以上あるので、うんはい、年に2回ぐらいだけ来はるおばちゃんが来てはったの。はいはい、でそのおばちゃんが、はい、なんかだけど、まあ、こういう商売してるし、うん、話しかけてきはって、ずっと最初は、相手してたの。はい、ほんなんかこの人腹立つなと思って。はあなんやろこの人腹立つんって、うん。確かに、ボディタッチの多い方やったの。はあ、俺53やけども、俺より多分年上の人で。うん、なほら、そのボディタッチって俺そんな別に嫌じゃないのよ。はい、なんか自分もする方やし。はい、あれと思ったら、うん、分かったけど、そのボディタッチの仕方が、手の甲やねん。
わかる？腹立つなぁ。ていうことで、ねえ、腹立つ。ちょっと腹立つ。ねえ、ラジオの人すいませんね。自分で想像してみてください。手のこうね。手のこうで、普通、手のひらで、はい、ひらで、こんにちはとか、そうね。手の甲でちょっとちょっとこの間見たで、ね、腹立つな、腹立つ、腹立つね、確かに腹立つね、えらい違いですね、違うやろ、手と甲ではほんで、でその時に手、あの手首掴んで、はい、お前触んなって言うじゃん、手の甲やぞさっきからって言ったのほんならその手の甲やぞっていうのは、うん、もう聞かれ、あの聞き逃しとんね、はあはあ、その、触るなって最初に言うたことだけを聞いて、触るなって言われた。触るなって言われた。とかもずっと言い出して。めんどくさい人、この人と思って。確かに、手の甲ってちょっと気づかないですよね、ほんまに。腹立つな。腹立つやろ。腹立ちます。何が腹立つんやろ、手の甲やって。手の甲やって。言えるからですよ、やっぱり。せやな。せやな。はあ、確かに。よう言わんも手の甲やないか。確かにね、ほんまに。さあ、いった CM 交通情報を挟みましてね、引き続き、誠司さんお付き合い願います。はい、はい、お願いします。はい、さあ、引き続き、千原誠司さんでございます。メールも来てますので、はいはい、紹介させてください。この方、ウルカシスさん、北海道の方ですね。誠司、うん、さんに質問です。誠司、はいはい、さんは誰に対しても、物おじしないイメージがあるんですが、過去出会った人の中で一番緊張した人っているんですかって。います、うん、一番緊張した人は、はい、これはあれだけど、あんまり、うん、日本ではどれぐらい有名な方かちょっとわからへんけど、はい、俺、ボクサーの、マニーパッキャオっていう人がすごい好きで、はい、試合見に行って、祝勝会のパーティー、はい、行って、はい、マニーパッキャオと、その、マニーパッキャオが泊まってるホテル、スイートルームの部屋で写真撮ったんやけど、部屋で？うん。そん時はもうめちゃくちゃ緊張したな。ていうか、その前に、部屋用意しましたね。あ、それは、友達が、パッキャオとビジネスパートナーやったの。はぁ、あ。ほんで、そいつは、ボクシング全く興味ないの。ビジネスしか。はあ、だから友達なんやけど、マニパッキャオのボクシングとか見に行ったことないけど、いつもチケットくれるねんけど、はあ、行かへんねん、言うて。あ、そうだね、興味ないし。うん、いる言うから、うん、いる言うて。ほんで行って。行って。ほんで、買ったら祝勝会あるけど、どうするって言ったら、いや、それ、行く、言うて。ほんで、買ったから祝勝会行けるやんけ、言うて、それ出まして、呼んでくれた。あ、今あかんねん、言うて、ベッカムとパリス・ヒルトンが、今パーティー来てるから、警備がむちゃくちゃ厳しいと。S 級の警備になってるから、お前入られへんわ、言われて。何やそれ言うて。言うてた話じゃちゃうやんけ言うて。俺も芸能人やぞ。ふざけんな言うて。はい。お前詐欺師やな言うて言うてたの。はい。その時初めて、2回目の人やったから。はい。で、詐欺師やなお前。だからパッキャオとビジネスパートナーなんてちょっと怪しいやん、それこそ。はい。だからお前詐欺師やったらもうお前との付き合いなしじゃ、みたいな言うてたんや。はい。ほんだら、あ、今、後から電話かかってきて、うん、今、ベッカムとパリス・ヒルトン帰ったから、警備が通常に戻ったと。うん、今から来るかって言うから行って。ほ、うんで、入れろー言うて。はい、入れろー言うてたの、ホテルのとこで。はい、いや、呼ばれて来た言うて。ほんなら、偉いもんで、その時に俺思ったけど、はい、警備員の方が、お前らはバカかと。うん、俺、警備員のガードマンが、うん、俺にいくら入れろって言っても入れないぞと。うん、なぜなら俺は、入れないで、お前らを入れないというのが仕事だから。入りたいんであれば、うんうん、中にいる関係者に連絡を取れと。ああ、はいはいはい。ああ、そうかそうか、言うて、連絡、マネージャーに連絡して、入れてくれて、はい、ほんなんもう、パッキャを、疲れて寝てたの。そりゃそうでしょうね、うん。ほんで、いや、頼むから起こしてきてくれ、言うて。もう言えるな、それがすごい。言えんのか、それね。だから、うん、もう会うことない思うやんか。まあもちろん。だから、ちょっと起こしてきて、言うて、明日から休みやろう、言うて、もう。今日試合終わったからな。はい、明日からもう2週間休みやねんから、今日ぐらいええんか、言うて。ほんな起こしてきてくれて。ちゃんとほんで、服も着替えて。はい、じゃあ写真撮ろうか、言うて。で、その時に俺緊張したら、こう、肩がね、両肩が上がるっていう癖があるのよ。はい、あ、はいはい。
全部の写真が肩ギュンって上がっとったから、うわ緊張してたんですね、めっちゃ緊張してんねやと思って、へその時は緊張してる気はなかったんやけどな。あ、うん、向こうはどんな反応でした、誠司さん見て。別に、うん、え、なんかその時履いてる靴を、はい、えらいこれどこで買うたみたいな、はい、うん、そうなんや、うん、あこれあの大阪の大丸限定やわえ大丸大丸言うてたったね、欲しかったよな、欲しかったよな、世界の人と会うってすごいな、うん、やっぱり、うん、へそう、海外ロケで今もやってるんですか、もう、え、もうやってない、やってない、やってないですね、あれでもだってすごいですもんね、だって全然誠司さん喋られへんのに、うん、向こうの母国、うん、やのになんか友達になって、なんとかなるもんなんですね、なんとかなる、だからあの笑うときゃ割るときゃ割るときゃそれがすごいよな、ね、恐怖心がないもんな、誠司さんっていつも、いやそんな悪いやつおらんもんいや、みんな悪いやつ、アメリカですよ、わけわかりませんやん、そんないきなり知らん違う国で、いやでもな、その例えばこんなこと言うたら、うん、その、はい、あの、うん、日本をバカにしてるとか言う人もおるかもわからんけど、うん、俺ちょっとああと思って考えた時に、うん、あのなんかおもてなしいうのが流行ったやんか、はい、ありましたね、あれって、うん、おもてなしって、うん、わざわざ言葉をつけなければ日本人はできないのかなと思って、うん、ちょっと寂しい、ええー、こと、それなぜかっていうと、顔に似合う、似合うよその砂漠のほとんど、国土のほとんどが砂漠やっていう国に行った時に、ちょうど日本ではおもてなしいうのが流行ってたから、あのボケて向こうの人もやらはるわけ、コーディネーターとかが流行ってるから世界的に、ほんでもういらんこと言わねえねん言うとったけど、あそういえばこの国のおもてなしっていうのはなんて言うねんって言うんだったら、いろいろ考えて、ああでもない、こうでもないで、結局なかったの。ほう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 。でただ、なかったんやけど、うん、行為としては、うん、そこのそのほとんど、国土のほとんどが砂漠の国、うん、なんち国かちょっと忘れたけど、うん、その国に訪ねてくる。うん、家に、うん。家に訪ねてきた人には、うん、ええー、人なのか、うん、悪い人なのか、うん、関係なく、うん、まず水をいっぱい差し上げるっていうのが、残ってんねんて。だから、それを、その行為を、言葉では別にないねん。普通に水あげるとか、水出すとかじゃない。で、気持ちとしてはそれがおもてなしやんか。はいはいはい、もちろん。と思ったら、うん、ちょっとわ、日本人って、わざわざ、なんや、おもてなししようっていう、なるほど。おもてなしをしなければとか、なんかそういうんやなと思って。ほってつけたから。そうそう。ほんで、ええ人なのか悪い人なのか。うんうん、悪さしに来た人かもわからんけども、はい、とりあえず来た人には出すんやった、お水も。なるほど。うわぁ、楽しいやんか、思って。うん。確かにそうやわ。ええこと言う。あんねんな、誠司さんだ。せやあるやろな、そら。こういう話をね、はい、するという講演会をやってますんで、ね。ぜひ、ね、聞き入ってもうたもん、俺。これ、あの、すいません、1時間バージョンと1時間半バージョンございますよ。聞いてました、関係者の皆様、はい、ね、パッケージになっておりますのでやったいつでもどうぞ聞きたいわなんか売ったら買いそうやもんな、ほんまほんま、いやすごいわ。さあそろそろお時間でございますか。すはい、じゃあ誠司さん、なんか告知なんかあれば。あ、告知ね、はい、12月30日、はい、沼津で、はい、吉本の劇場で、はいはいはい、年越し、うん、年越しではないですけど、うん、年末のイベントやっておりますので、うん、ぜひお越し。どんなイベントなんですか、誠司さん。通学館と3人で1年を振り返る、はい、どこで振り返ってるんですか。沼津で沼津で1年を振り返りますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。本日のゲスト、千原誠司さんでした。ありがとうございました。